はい、皆さんおはようございます。マサです。というわけで本日もやってまいりました、東宝川越店さんです。はい、本日は開店チャンス3回目ですね。もうね、順調にポイントをゲットしていってるので、もう今日も目指すは10ポイント以上って感じかな。はい、てなわけでもうね、今日はいつもと気合の入れ方が違うので、もう飲み物を2個持ってます。じゃあ皆様入店されたので時が来ました。じゃあ早速入ろうか。もうとりあえず一連の儀式は、はい、定番化しようと思います。本日もよろしくお願いします。はい、おはようございますよし、今日も元気よく、はい、朝から頑張ろう。入店です。そしてやってまいりました、本日3回目の私の戦場でございます、ジャグラーコーナー。よし、今日はどのジャグラーで攻めようかなって感じなんだけど、そう、前回はねファンキージャグラー2挑んだんですよ。あ、すいません。そう、今日ね、実はちょっとマイジャグあたりやりたいななんて思ってるんだけど、すごいね、この台機の30の24だって、ものすごいプラスじゃんね。どうしよっか、マイジャグがね全部で10台あるんだよね。うわ、どうしよう、悩むなこれどうだろう、なんかさ、これきっと多分良かったんだろうけどさ、最終的にマイナスで終わっちゃってるじゃんね。やりきれなかった感すごい出てるよね。ちょっとこれでやってみようかね。わ、ファンキーの隣だけどね、オッケー。じゃあ今日ちょっと一発目これでいってみる。339番台、まあ、サンキューって感じだね。はい、ということで今日はマイジャグラー5で、はい、回転チャンス3回目収録したいと思います。頑張ります。はい、それでは回転チャンス3回目のチャレンジとなります。私が選んだ台は、大好きなマイジャグラー5になります。で、ここでちょっと簡単にルールの説明をおさらいしようと思います。2022年の12月の年末までですねに、基本的には月に3回2時間の収録で、年末までに104ペカを目指そうという、はい、企画となっております。まあ、ペカというかポイントですね。でちゃうさんの番組で閉店チャンス、はい、あると思うのですが、その閉店チャンスに対抗して、そう、私たち回転チャンスをやっております。なのでだとピスタチオさんという感じで、はい、私も頑張っていこうと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたしますまあそんな感じかな、簡単に説明すると。そしたらこんな感じで今日も2時間もうねみっちりとジャグラーと向き合う時間で頑張りたいと思います。はい、スタート。はい、行きます。はい、でもうね、最初の5分からいきなり忙しいんで、はい、最初の5分間がですね、なんとあの回転チャンスという、はい、ポイント2倍ゾーンになっておりますで、最初の5分とラスト5分ですねがゾーンなので、そこで引いたゴーゴーランプはすべて2倍になります。お、いいんじゃない、最初からブドウがすごく落ちるよ。もうたかが最初の10ゲームで語る。でもこういうの大事じゃない、ちょっと出だしにね、こうやってモチベーションを上げてくれる、そんなジャグラーが大好きです。はい、いいね。今のところ設定10ぐらいだよね。そう、基本的にね、最終的にはあのポイント数で競ってるという感じなので、あの私の収支よりも、まあ、その合計の、ね、ポイント数だからそっちの方が大事なんだけども、まあ、でもやっぱ勝ちたいよねっていうねでもね、過去2回収録させてもらって、なんとねポイントのちょっとねゲット数はねいい感じなのよ。1回目2回目ともに10ポイント以上ゲットできてるから、そう、このね波をちょっとね失速させないように今日もちょっと張り切って頑張るって感じ。
ちなみに私はマイジャグラーシリーズは大好きです。もう初代からかなり打ち散らかしてるんだけど、もう私のジャグラー人生ほぼほぼマイジャグだよまあそんぐらい好き。まあ何が好きかっていうと、まあこれだよね、独り占めできちゃうゴーゴーランプ。もうこのラーメン屋の一覧的なそう、集中できてゴーゴーランプを楽しめるこの環境が最高だよね。あとはね、びっくりしないところもいいね。そう、他のジャグラーたちは音が鳴っちゃうからさ、私ね毎回ちょっとねびっくりするの。 まあ静かに優雅に楽しめるところが好きかなって感じ。あとはかわいい、この装飾がいっぱいで、この感じはねすごいね女の子のね心を掴んでると思う。まああとはなんて言ったってあれだもん、やっぱ勝ちたいからさ、ハイスペックなところだよねマイジャグのいいところはね。今日も頼むよ、よろしくお願いしますとかなんとか喋っているうちにもうそろそろ5分が終わっちゃいそうですマジか、滑り込めなかったかな。あと2秒1、0、あー終了、回転チャンス終了です。終了なんだけどすごくない、聞いて、あ光った光った、もうちょっと早く光ってくれれば74ゲーム、あと1分早かったらな、単独ですね。まあ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 早い段階で光ってくれたのはよしとしましょう、単独負けです。はい、今あれだよね、ブドウ揃えられたよね多分ね押すのちょっと早かった。はい、しかもですよ、投資1本で74ゲーム回ったってことはめちゃめちゃブドウ狩りができてるってことね。これはあるんじゃないの。いいね、モチベーションしか上がらないよこのジャグラー。もう今の私の心はもう勝手に積もっていると思っております。前回がさ、ファンキージャグラー会の時、勝負には負けたけど試合には勝った、あれ逆合ってるよね、そうみたいな感じだったんですよ。そうなの、ちょっと終始はマイナスだったんだけど、でもポイント数的にはそこそこいい感じにあのチャンスゾーンを使えたって感じだったのね。今日はだから勝負にも試合にも勝ちたいって感じ。あーこんにちは、あーありがとうございます、わざわざ来ていただいて、覚えてます覚えてます、嬉しい、差し入れでね、いっぱいビールをいただいた今ハッピーハッピー、あーやったー、イエーイしかもあれですよ、プレミア55、ちょっと写真撮っとこう、はい、はーい、東方川越店さんでいただきました、やりました。実は私にも決め台詞があるんですよ、ここでちょっと使っていくスタイル、急にイエーイ、やりました、はい、順調順調、2ポイントゲットです、やったね。こっからが楽しいところだよ、ジャグラーのボーナス後100ゲーム以内ね。そう、朝一一発目馬券からスタートだとさ、ちょっとさコインがさ少ないからさ気持ちに余裕がないんだけど、もうビッグ引いちゃったから心の余裕はできたよ。いやー、やっぱ差し入れビールパワーですね、ありがたい、よかったねって言ってくれてたもん、ほら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 、また光ったすごくないねー、分かってるじゃん、おー、セ
テリーですね。テリー彫刻からのビッグです。やりました、いただきます。15ゲームです。ほら、はい、ありがとうございます。もうね、今日は勝ち強気でいこうね。完璧なスタートダッシュじゃない。いやー、奥深いな、ホントだ。グラーってすごいよね。あんなにバン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 子役落ちてたのにさ、今100個取ったんですけど 5.92。 まあなんか正確なさ数値って出てないからあれなんだけど、まあ、私が今見てるところだと 5.92 だと設定1の確率なんだよね。まだそんな600回転もね回してないからわかんないけどさ、前半あんだけブドウ落ちてて後半急に出なくなったりとか、やっぱ波はねすごくあるから。うわ、光った、語ってると光る打法だね当たりましたよ。329ゲームです。まあだから何が言いたいかというと、そうブドウだけじゃよしあしわからないよねっていう話。そのまま揃えちゃいますね。ビッグでーす、やりました。よかった、持ち込んでいけた。いただきます。後付けあー、やりました。こっから楽しみのジャグレンチャンスです。残り時間あと1時間9分なので、まあ前半で4ポイントゲット、いいペースじゃないですかね。そして今のところ収支の方もなんとか、マイナスは免れたって感じなので、おそらくプラスは死守できているんじゃないかなと。うん、できてるね、おそらくというか、だって投資3本だもん。こっからあの特有のさ、謎の連チャンだよ。もうすっごい大期待。そう、ラストあと1時間。もう時間ない時のジャグラーに関してはもう設定云々じゃないよね。そう、波理論、もう完全に光光るか。こんだけハマったんだから、ちょっと2個ぐらい出してくれてもいいと思うんだけどな。ただビッグさんの化け1でしょ。化けがもうちょっと欲しいなってところなんだけど、引けないね。ここまで来たらもう選定とかじゃない。さっきも熱く語ったけど、波だよ波。急なあの設定関係ない謎の連チャン、もうそれ狙うしかないよ。まあでもこれがジャグラーだよね、本当。こうやってシンプルと見せかけていろいろと考えながら打つことができるっていう。ああ面白いよね、本当。打ってる人にしかわからないこの感じ。いやでも化け欲しいところだけど、次化け来られたらちょっと困るから、やっぱビッグでいいな。コイン飲まれちゃいそうだよまた。あー来た、よかった。170ゲームです、頼むよ本当に。はい、このまま揃えちゃいます。ビッグです、やりました、よかった。いただきます、持ちコインです。ラスト57分です。ああ本当のんびりジャグラーだなこれはい、というわけで、5ペカ目でしたね。こっからだよ、こっからマジで、そろそろなんか5連ぐらい欲しい。ちょうど残り55分だし、55ということで
うわー、飲まれた。マジかー、追加投資だ、これ215件、ラスト41分。がしかしもうね、マジで少ない投資でここまで、まだこの台自体がそこまでマイナスになってないから、この後展開が変わる可能性大いにあるからね。あー出た、謎のオカルトフィスさん。なんか当たる気しかしなくなってきたよ私今。ジャグラーはこういう遊びができるからいいよね。本当に前にも言ったけど、オカルトありきの台。いやマジ本当に今ならまだ全然投資的にも全然取り返せる範囲の投資だし、残り40分、全然ポイントも巻き上げられる。あ、ほら光った光った、イエーイ、ありがとうございます。大騒ぎ、はい。あ、もうこんな気したんだよね、負けですね。はい、6日目です。ピッサーに感謝だね。よし、ここから流れを変えます。もうずいぶんジャグレしてないから、今だって3スルー目ぐらいだよ。そろそろいいと思うな。いや、なんかこのターンね、来る気がしてきたよ私。4連はするね。いやー悔しいね、追加投資全然まだ投資的には安いんだけどさ、全然前半あんなちょっと良さげな顔をしておきながらにもかかわらずここに来て、本当奥が深いよね、ジャグラーって。おほらほら光った光った、よし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 。186ゲーム、よかったよかったよかった、ビッグです、やりました、よかった、助かった。はい、7ペカ目終了です。よし、こっからよ、あ、いかないかな、残念。とりあえずですよ、今4スルー目なんでね、そろそろちょっとした連チャンが欲しいな。そして残り22分です。回収されちゃった。ピスタチオさんに見られてるからあれかもしれないよ、プレッシャーでランプも疲れない。はい、というわけであと6、5、4、3、2、1で、こっからラスト5分です。よいしょ、ラスト5分で当たりを引ければポイント2倍に頼む。ここでいや、まだ諦めていないよ私は、追加投資です。あと4分、いやだいぶ悔しいよ今日は。なんか出だしがね、
いい感じだった風なだけにね。あと3分。いやでもね、ゲームするときにもね、もうワンペカぐらいいけそうな今ゾーンなんだよ、260だから。頼む。急げ急げ。ぶどうの引きはいいよ。からの、からのだよ、からの。ああ、からの来た。すごくない？もういいよ、どっちでもいい、どっちでもいい。ネックレスやりました、よかった。こんなことある？やっぱり絶対だからって人のこと見てると思う。いやー、今ではロマンがあったね。よかった。あと10秒ある、あと10秒、あと10秒、すげえ急いで回す。チェリー、ムシ、ブドウ、2、1、終了、終わっちゃった。ブドウの分だけ増えたって感じ。じゃあとりあえず最後滑り込みでランプゲットできたので、結果は後ほどっていう感じで、この後エンディングでお会いしましょう。はい、実戦終了です。いや今日もね、かなりヒヤヒヤした戦いだったんですけども、はい、で結果の方がですね、今日はマイジャグラー5を打って、最終的に獲得したポイント数は9ポイントでした。いや、あの状況で私ね、9もいけたるはすごく自分でもまあいい方だったんじゃないかなと思います。とりあえず最後の回転チャンスゾーンでエキスペカゲットできたので、あの滑り込みのね、ドラマがあったよね。ブドウ連からの、からのって言ったら光ったあの瞬間、もう本当に私はあのザグラーと意思疎通できてるなって思った瞬間でした。まあそこで1ポイントプラスで取れたってことなので、まあ合計で9ポイントでした。もうね、途中でもうボーナスがたけなさすぎて、ちょっと大移動とかも考えてたんですけど、もうお昼前からすっごいジャグラーコーナーの稼働が上がってしまって、もうね、移動できなかったんですよ。なのでもう今日はもう2時間この台と、もう私は決めたって思ってたんだけど、まあ、最終的にはあんなドラマも見れて、やっぱジャグラーってすごく面白いなって思えた瞬間でした。はい、まあ、というわけで結果、今日は9ポイントだったので、第1回第2回の分と合わせて今合計30ポイントかな、はい、ありますね。で、まあ、一応今日の収支の方が、投資が、450枚で、流した枚数が266枚だったのでマイナス184枚だったんですけども、まあそんな負けてないし、今日はで前回もそんな負けてないし、で初回が全然プラスで終われてるので、トータルではまだまだ全然回転チャンスプラスです、収支の方はね。なので、まあ次回またここで頑張ってプラスにすればいいだけなので、収支の方はまあ一旦置いといて、大事なのはポイントだからね。そうなんですよ、次からはもう2桁目指していかなきゃいけないのでね。そうだね、今日はちょっと9でギリギリだったんで、次は10ポイント以上ちょっと目指して年末まで突っ走っていこうと思うので、ぜひ応援もよろしくお願いします。はい、でまだまだ始まった企画なので、ね、至らない点がちょっとね、私にもあるかもしれないんですけど、今後とも見ていただけると嬉しいです。そんな感じかな。はい、それでは次回の回転チャンス104も楽しみにしててください。またね、マサでした。